ゲンミンゲンは、ドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す自治体。ゲンミンゲンは、ハイルブロン郡西部の暗い日がうに位置している。ゲンミンゲンに隣接する市町村は、西から時計回りに、エッピンゲン、キルヒャルト、マッセンバッハハウゼン、シュバイゲルンである。ゲンミンゲンは、エッピンゲおン及びイットリンゲンと共に、行政共同体を形成している。ゲンミンゲンは、 原民原地区とシュテープバッハ地区からなる。原民原全体の人口は4、971人で、このうち3、517人が原民原地区、1454人がシュテープバッハ地区に住む。原民原は769年のロルシュ文書に初めて記録されている。それ以前は、おそらくローマ帝国時代の入植地に、3世紀に、 アレマン人が住み着いて形成された村であったと考えられている。近くにある廃村のツンメルーンや、現在は、原民原の地区になっているシュテープバイハは、8世紀頃のメロビング町末期に創設され、当時はガルトハがウに属した。1235年に、原民原家が初めて記録され、1350年頃になると、ビュルテンベルクの霊園としてこの村を、後には、 周辺の村や山林をも所有、統治した15世紀以後、原民元は帝国騎士領となり、暗い日が浮き宿に属した1497年に原民元家は高級裁判権を獲得した宗教改革がなされたが30年戦争で荒廃したこの村に1648年以後、スイス人やフランス人の新しい住民が住み着いた。彼らは、 1688年から1697年に起こったプファルツ継承戦争による破壊のため何度も復興を繰り返さねばならなかった。1664年に現民元の支配権はビュルテンベルクに1710年からはナイペルク博に移った。そしてこの博下の売信格への引き下げにより1806年にバーデン大公領となった1880年まで行われた 暗い日がう鉄道の建設は、原民間にある程度の繁栄をもたらした。一方、シュテープバッハは、同じ頃、移民や流民化した人々で人口を減らしていた。両村に電気が通ったのは、1920年であった。1925年1月1日、シュトライヒ・エンベルクが、シュテープバッハとが合併した。シュトライヒ・エンベルクは、廃村になったツインメルンの場所にあたり、 近世以後は主体ヒエンベルク城塞やショムベルク城間が立つだけの場所であった。1974年1月1日、それまで独立した自治体であったシュテープバッハが原民元の地区として合併した。両自治体は1970年代初めの州政府の自治体再編に協力するかどうかを議論し、合併は賛成多数を得たのであった。原民元の統治者であった。 ボルフフォン,ゲンミンゲンとゲンミンゲンの説教師、ベルンハルト・グリープラーは、1520年代の初めにはすでにルターの信奉者になっていた。1531年の終わり、もしくは1532年の初めボルフはルター派の牧師を置き、これ以後、カトリックに固執する司祭を罷免して、ゲンミンゲンから追放した。この教区の保護者である、 シュパイアー司教座聖堂参事会との長年にわたる紛争の末、宗教改革運動は、現民園に定着した。これに対して、シュテープバッハでは、クーヤスレギオ、エイスラリージオの原則に基づき、1545年から1648年の間に10回も、住民の宗教が変わった。シュテープバッハは、1649年に、プファルツ選定綱領となり、 やっと改革派教会の村と定まった。原民原には、福音派と改革派の教会組織が存在する。カトリック信者は、エッピン元のカトリック教会組織に属す。原民原のユダヤ人は、17世紀には少人数が、すでに暮らしていた。入植政策の目標とされたことから、1710年以降、原民原地区の一角に大規模なコミュニティが形成されていった。 1727年にユダヤ人学校が開設、1751年に12家族、1762年には17、家族約100人が定住していた。1790年からはノイペルク博も原民元にユダヤ人を受け入れた。1809年にはこのコミュニティに16家族、86人が属しており、19世紀半ばまで増大し続けたが、 その後移民などにより減少した。1900年から1933年までの間に、コミュニティの構成員は157人から47人にまで減少した。1933年以降、ほとんどのユダヤ人が町を出て、より大きな都市へ移り住んだ。1938年にはシナゴー軍が破壊され、現民元当局に接収された。 最後に残った7人のユダヤ人は1940年にグアに移送され、そのうち3人が最終的にアウシュビッツで殺害された。シュテープバフ派でも18世紀以降、一時的にユダヤ人コミュニティが創設された。現民元の町役場現民元の議会は13人の議員が選出さからなる。議会ではこれに市長が加わり議長を務める。ズガラ左右に分割。 向かって、左は銀字で緑の身部の山に建てた黒い支柱に生えた緑の葡萄の鶴、青い葡萄の房が3つついている。向かって、右は赤字に金のラスき。旗は黄色赤である。紋章の葡萄の鶴とラスきの図柄は、葡萄栽培と工作を象徴するもので19世紀から原民元の印象に描かれている。紋章の色は1901年に ゲネラルラントアルヒーフの提案されたもので、原民元の議会は1910年に、今回だけは賛同した。原民元の旗は、1969年5月2日に、バーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。原民元上、原民元上に隣接して、上市公園がある。この公園は、町の所有で1982年から1988年に、イギリス式庭園に整備された。 ここには、戦争記念碑、領主の、お抱え庭師の家、歴史的同票がある。1977年から、ン民元ンには、屋外プールが設けられた。ゲン民元ンは、ビュルテンベルクワインの産地区分で、ビュルテンベルクウンターラント地方ホイヘルベルク地区に、属すワイン町である。原民元は、連邦道、B293 号線、ハイルブロンカールスルーおよびハイルブロンおよび、 カールスルーへの自然が走る、暗い日がう鉄道沿いに位置している。アウトバン A6 号線は、ジンスハイム、または、バート・ラッペナウのインターチェンジを利用して、原民原から数キロメートルの距離である。シュテープバフ地区も、かつては、シュタインスフルト・エッピン原線の駅があり、鉄道網に接続していたのだが、この駅は廃止されてしまった。原民原での出来事は、 日韓紙クレイチェングオシュティマ及びハイデルベルクに本社を持つラインネッカーサイトゥングに掲載される。ありがとうございます。